い、ということで10月1日販売の新商品を買いました。コンビネーションピッツァ、おー、チーズがとろとろ美味しそう。チキンとアボカドシュリンプ、2種類の味に分かれていて920円。これ気になってたんだよね。スモークチキンレッグ、ハーブ&レモン。チキンの皮の部分がすごいなんかパリパリ感、表面から感じるぐらいこんがりしています。そしてこれからの時期嬉しいミニストルーネの新販売でした。はい、それではコンビネーションピッツァいただきます。今回の新商品のピザは2つに味が分かれていて、おお、ピッツァの見た目もチキンやシュリンプこんがり焼いてあって、チーズもトロトロですね。まずは左側、チキンの味を食レポしていきます。チキンはミートソースが甘口で、チキンも柔らかくて美味しかったです。チキンの味は甘めの味付けなので、小さなお子様でも食べやすい味になっているように感じました。サイズも小さいから一プレートで全部食べられます。シュリンプの方がバジルがすごい効いている印象がありました。大きめのシュリンプが小さいピザに乗っていて少し食べづらかったです。でもシュリンプも大きさがあってプリプリで、バジルソースの味も絡んでいてとても相性抜群でした。シュリンプもバジルの味が強いだけでそこまで癖はなくて、とても食べやすかったです。1000円以下で1つのピザで2種類の味が楽しめて、一石二鳥のように感じます。ミネストローネはトマトの苦味や酸っぱさもなく、煮込んでいてトマトの甘さがとってもあり美味しかったです。玉ねぎや人参、野菜も多く入っていました。これから寒くなってくるのでワンコインで買いやすいので、ミネストローネを頼んで歩き疲れた時の休憩にもいいですね。次はスモークチキンレッグ。今回のスモークチキンレッグは新商品で、ハーブ&レモン味になっています。スモークチキンレッグは皮の表面がパリパリで、塩コショウがすごく効いていて、お酒が欲しくなる味でした。油が垂れてきやすいので、持ち歩きするときには紙ナプキンを持ってきてた方がいいです。レモンの味というよりは塩コショウが効いている味の方が個人的には強かったかな。ロストリバークックハウスと違ってそこまで辛くもないので、辛いのが苦手な方でも食べやすいと思います。これだけ肉厚もあって皮の表面もパリパリ、ワンコインで買えて骨も少なくて食べやすいところも嬉しかったです。はい、ということでザンビーニブラザーズリストランテの新商品食べてきました。個人的に美味しかったのはピッツァ、コンビピッツァがめっちゃ美味しかった。照り焼きチキンって感じで、ミートソースも甘かったし、バジルソースのシュリンプもそこまで辛さもなかったし、どっちかっていうと甘口だったね。あれもどちらかっていうと甘めの味付けだったので、親子やお友達とかでシェアするのにいいなって思いました。あとはワンコインのチキンに関しては、ロストリバークックハウスと同じチキンだと思う。骨が少なくて食べやすかったし、ロストリバークックハウスのチキンってちょっと辛めの味付けなんだけど、今回出てる新商品のハーブ&レモンはレモンのちょっとした爽やかな味と、どちらかっていうとペッパー、塩コショウが効いていた印象があったかな。お酒がすごい進むチキンなので、ロストリバークックハウスの辛いチキンがちょっと苦手な方でも食べやすいと思うし、ペッパーがすごく効いているのでワンコインで買いやすいパークフードだなって思いました。この他のメニューでソワリンのタピオカドリンクとかポテトチュロスとかも売ってたり、パーク内のレストランでは比較的に安い金額で利用することができるので、ぜひよかったらザンビーニブラザーズリストランテ行ってみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。
最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方グッドボタン、良かったらチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok 動画の概要欄、誰の良かったらフォローお待ちしております。それではバイバイ。